にちは。エスプロダ北海道イケメン担当の吉田純正です。今日は2人でできる、親子や家族2人でできるね、お家で遊ぶものを紹介したいと思います。子供役の33歳吉田純正、そしてお父さん役エスプロダ北海道のトレーナー高橋亮45歳。この設定でいきたいと思います。では皆さん、チェックだ。お父さんがこのような形になっていただいて、横からボールを子供が優しくですよ。いいですか？蹴ります。へい！これにお父さんぶつからないように。もう一回いきますよ。はい、ぶつからないように。はい、ぶつからないように。簡単でしょ、これ。ドッジボールみたいなもんですよ。でも、フットサルです。もう一回いきますよ。はい、ぶつからないように。ブー！全然ダメ！おうちで強くなる！これは戦いだ。戦うぞ、これは。いきますよ。ボールを使ってやります。これは親子の真剣勝負です。ボールから一歩離れます。それでお母さんに本当はやってほしいんですけど、お母さんいないので僕が代わりになります。体の部位、ポーズ、言った通りにポーズします。そしてボールと言ったらボールをキープします。ボールを取られない。一回見本見せますね。気をつけ！頭！肩！お腹！お尻！膝！ボール！キープ！倒れないようにボールを取られないようにキープ！キープキープキープ！いいでしょうか？では本番いきます。この戦いに負けた方はお母さんのお手伝いをします。茶碗洗い、風呂洗い、ゴミ出し、肩もみ、真剣勝負です。いきます。気をつけ！肩！気をつけ！礼！着席！皆さんいかがでしたでしょうか？お家で強くなる、ぜひね、何種類かやっていただいて、親子の絆も強くなり、体も強くなって、コロナウイルスに負けないようにね、皆さんで頑張っていきましょう。それでは皆さん、お家で強くなる。